として私にできる社会活動は何かなということで、一番最初は、まあ、例えばユニセフに募金するから始まったんですけども、それを置いといて、2002年にものすごい米不況になった時があったんですね。タイ米輸入したとかで、在庫がありますから、やっぱりいくらホームレスとはいえタイ米は嫌なんですって、こういうのが。だからちょっとネットワークで、もう米でもいいから日本米を寄付してくれないかみたいなのがあったから、車に詰めて山野にっていうのが元々の活動だったんです。背伸びをしない、継続できる、なんか慈善事業というのでご招待ってるんだ。私もじゃあお手伝いしたいわって言って、今日のね、笑顔の先生もそうだし、みんな心よく何かやりたいっていう気持ちはみんな持ってるんですよ。うちは今日、我々も含めて、まあ、30名近くも出しましたけど、毎日やってることだからことさらものすごく大変なことじゃないんですよね。だけど、じゃあ笑顔の講座できるかって言ったらできないし、で彼女にしたらいつもやってることだから、でこんなことでお役に立てるならってことで、なんかそれぞれが何かはやりたい、あと負担にならないことかな、ね、一回やってね、あとヘトヘトになって終わりみたいな、みんなでやってます。みんなで、そうですね、助け合いジャパン。私も喜んでくれてありがとうって感じですよね。こんなにありがとうって言われないもんね。できることを継続してやっぱ続けないとね、意味がないと思うので、楽しみながら続けたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。